味の多い生涯を送ってきました。自分はまるで真っ白な羊の群れの中にポツンと生まれた黒い羊のようでした。仲間たちと同じものを喜べず、同じものを悲しめず、同じものを食せず、仲間たちが心地よいと感じるもの、愛や優しさや思いやりを理解できない惨めな黒羊にできることは、黒い毛皮に白い粉をまぶし、白い羊のふりをすることだけでした。そうして自分は今も仮面をかぶり、道化を演じ続けています。恥の多い生涯を送ってきました。あれ、これって誰の言葉だっけ？芸能人？スポーツ選手？それとも汚職で逮捕された政治家？まあいいや。始まりは中学3年生の春だった。僕、井上木の葉は14歳で、ごくごく平凡な中学生をやっていて、友達もいて、好きな女の子もいて、それなりに面白おかしく過ごしていた。それが生まれて初めて書いた小説をほんの気の迷いで文芸雑誌の新人賞に応募したら、どういうわけだか史上最年少で大賞に輝いてしまった。まさに驚天動地。しかも文章が女の子の一人称で、ペンネームも井上美優なんて名前だったから、編集部の人が謎の美少女覆面作家として売り出したんだ。覆面かぶってるのにどうして美少女ってわかるんだ？釈然としないまま受賞作が出版され、たちまちベストセラーに。映画化、ドラマ化、コミック化。気づくと井上美優は社会現象になっていた。リアルな文体とみずみずしい感性に審査員各紙絶賛。謎の美少女覆面作家井上美優、空前の大ブーム。美優ちゃんっていかにも文学少女って感じの清楚で可憐な美少女に違いないぜ。きっと赤ん坊の頃からバーヤとかに育てられて、ペンより重いものを持ったことがないのよ。すみません、もう勘弁してください。あんなの文学だなんてご立派なものではないんです。僕は日本中のありとあらゆる場所を平身抵当して回りたい心境だった。挙句にあんなことが。木の葉にはわからないだろうね。あんなことがあって、ストレスから来る過呼吸を起こし、学校でぶっ倒れて、もう小説なんか書けないよーとみっともなくベソベソ泣いて、登校拒否なんかもして家族に心配をかけた。本当に恥さらしな一年だった。かくして謎の天才覆面美少女作家井上美優はたった一冊の本を残して消滅し、僕は普通に高校生になり、そこで本物の文学少女天野桃子先輩を知ったのだ。なぜ僕が再び書き始めたのか。それはあの日、しんと輝く木蓮の下で桃子先輩に出会ってしまったせいだった。文学少女と死にたがりのピエロ、前編。